おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆様、東西街道でのゆとりです。本日は東京都八王子市にあるガリレオさんに全通実践やってまいりました。まあ何にしようかなと思って、まあ大体決めてあるんですけど、神に会いに、まあ位に行こうかなと思ってるんで、寝台とかちょっと迷ったんですけどね。まあその僕ちょっと新基準が苦手な人間みたいなので、今日は以前出た旧基準の紙を食らいたいと思います。それでは早速もう並び順のお店なので並びたいと思います。本日はよろしくお願いします。八王子の奈良原町にあるガリレオです。パチンコ126台、スロット120台、駐車場260台ご用意いたしております。4円パチンコ、1円パチンコ、47枚スロットをご用意いたしております。アットホームなお店で、若いスタッフが皆さんのご来店お待ちしております。じゃあ入場したいと思います。ゴッドイーター、今日は神を喰らうので、これもう回ってますね。まあ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 、角台でこいつで行きたいと思います。はい、本日もよろしくお願いします。今日このスロープラス自体が初めてなんですけど、まあいつもゴッドイーター打つときは1回当たったらヘタレやめしちゃうことが多いので、まあスロープラスをするとそのまあレア子役を数えてくれるっていう、まあ設定カンパをしたい人は結構必須的なものがあるので、まあやってみるのはいいんじゃないかなと。なので結構期待できるんじゃないですか。行きましたね。いや正直今ちょっと諦めてたんで、はいはいとか思ったんですけど、いやよかったっす。よかったのか、まあ、まあまあまあ、はい。ということで、504ゲーム、投資18,000円。早く AT がやりたいので当てに行きます。おい、若干チャンス。いやいいですね。お、一発も。完了と、投資は変わらず18,000円ですね。じゃあもう今日早速1回目の AT やっていきたい。すいません、もうメダルがないので、投資が19,000円ですね。512ゲーム、チャンスゾーンから。はい、ダブルで揃えば
いきなり君のにここベルリップですね。はい、ということで1回目108ゲームの209枚、まあもうだいぶ噛み合わなかったんで気を取り直して回していきたいと思います。はい、じゃあ来ました、変換。はい、今日ジェリー、うわー来ました、はい来ました、神ジェリー。いやーよかった、びっくりしました、初めて来ました、たまんねえんだ。ということで、変換の神ジェリーから450ゲーム AT 確定です。いやーよかったよかった、いきます。ここからです。投資が今4万3000円ですね。2000枚をとりあえず目標に頑張ります。いやでも神チェリー引いたの初めてなんでめちゃくちゃ嬉しいです。本音を言うとシャメとか取りたかったです。バジュラ以外でお願いします。確か100分の1くらいで揃うはずなのでここでがっつりストックさせたいと思います。3人、これはもらった、はいありがとうございます。敵は、金剛かは勝ちやすいんですけど、まあ、上乗せが少ないのでバジュラ以外で非常に良いです。ありがとうございます。いいよけっぷりだ、12ゲームついてくるのでまあ実質32ゲーム良いですね。バジュラ以外でお願いします。イエス、はい行きましたがスイカを引いてないのでかなり厳しいとは思います。そして戦況は有利、熱いんじゃないんですか。おいしい、ありがとうございます。はいということで追加引いてないのに勝っちゃいました。
素晴らしい。残り72ゲーム。バジラ以外で。いや、モード高いかもしれないですね。モードというか、AT レベル、バーストレベル。1、2、3と分かれてるんですけど、あるんじゃないんですか、本当に。もらったでしょう。戦況は有利です。はい、もらいました。もうこれは次ゲームレア子役とかリバースロックとか引いちゃったら熱いんですけどね。残念。はいはい、ありがとうございます。遅い遅い、いやー遅い。弱定ですからね。はい、でまあ782枚獲得ということで、でもこれ次天国ですからね、回していきましょう。よかったよかった。大丈夫かな。はい、まだ終わっちゃいません。はい、ということで、神チェリーからの天国で当たりました。67ゲームいやー楽しい。頑張りましょう。お、レア子役いいですね。7ぞろいさせたい。いやー、カットインが見たいですね。せっかくだし。はい、見れました。
365枚、まあ2000枚出したかったですけど上出来じゃないでしょうか。まあ天国に期待して回したいと思います。いやーよかったよかった。一時はどうなるかと思いましたけど無事戻ってきました。さっき当たったゲーム数が天国準備に期待できるゲーム数だったので、まあ、ちょびっと期待して回していきたいと思います。熱い、あるんじゃないですか。緑保留、熱い。当たりました。当選ということで天国ですね。いや、やりました。じゃあさっき天国準備だったんですね。いや、なんか変な疑いをかけて申し訳ないプレミアでした。首の皮一枚繋がりました。やっぱああいうこの場でこの子役を引いてくれみたいな、そういうのを達成すると自力感が半端ないっていうか、その、まあ、最近よくあるレア子役前兆とかよりもうやっぱり僕はこういう方が好きですね。自分がやってる感じがするので、一つなんで面白い。残念、461枚。まあ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 飲まれた分がまた戻ってきたって感じですかね。天国に期待して回したいと思います。616ゲーム、作戦区域、正直もうここまで来たら当たってほしくないって言ってるそばから8枚ベルがめちゃくちゃ連続してますけど、まずいですね。当たるな、終わってくれ。637ゲーム当たっちゃいました。
間違いないと思うので、まあ、天国準備に期待ですね次回。いやまあ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 しょうがない、こっからですから。言うほど天井恩恵が強いわけでもないんで、早く当たったと考えれば全然問題ないです。はい、シングル青頑張ります。叩き込んでるんだから、あっち行ってなさい。昨夜でチャンス。弱点あんまり関係ないみたいですね。うわ関係あった、やっぱり。いやそうですよね、たまんねんだ。2分1早速お前には実践見せてもらうな。これで勝利ストック一つですね。よしよしよし、できればここでボルグ行ってくれると、ウイはもう勝ち確してるんで50ゲーム以上。ここで一個ずれてる、まあでもまあ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 今後は今後でいいんで、ここでさらに勝利ストックを貯めていきましょう。もったいない気がしちゃいますね、勝利ストック20ゲームだと。本当だよ、5000ゲーム到達しました。5000ゲーム到達したか。当社4万3000円持ち玉は1000枚ないくらい。日常さん、お前はどんな格好でここに来た。あ、これアリサか、しようかと思った。いやさすがに強チェリーなんじゃですよね。 50% 本当に深刻な俺にはなるべく関わらない。一応ルール上やめる条件は満たしてるので、まあちょっとなんだろうな、こっちのこっちじゃないゴッドと違ってちょっとドカンと出るイメージがあんまり持てなかったんで今日。
やめにしようかと思います。申し訳ない。ありがとうございます。1038枚。まあまあまあ、もう何を言われても甘んじて受け入れようと思います。じゃあ言い訳するためにエンディングを取るので。お疲れ様です。今ちょっと雨が降っていて、朝オープニングが取ったところで取れないので車の中から失礼します。本日はガリレオさんで前日実践、誠に不甲斐ない結果、まあ、結果からまず言いたいと思います。投手の方が 43K、まあ、43,000円で、ここ47枚のお店なので、ちょっと待ってくださいね。2021枚投資回収が1038枚、収支の方がマイナス983枚ということになりました。実はですね、今時間がなんと5250ゲームしか回してないのに8時半という、これちょっと僕今回結構演出を見ながらというか見せながらやろうかなと思ってやってたんですけど、結果ものすごいチンタル打ってるみたいになっちゃって、こんな時間なのに5250ゲームしか回してないと。ちなみにさっきちょっと怒られました。チンタル回しすぎだと、すいません、今後気をつけるんで。まあ今日スロープラスを朝からやってで見てみたんですけど、結果の方がここでもうちょっとなんかその強打だけ死んでるとかだったらまだちょっと打つ勇気が湧いたんですけど、ちょっともう後押ししてくれるものがなくて、あともう噛み合わない、全く。面白いんですけどね、ゴッドイーター、ゴッドイーター面白いんですけど、まあ今日は僕の人間設定が低かったということで残念。というかもう僕勝ちたいです。僕セブンズ TV 出てから、勝ったの最初の1回だけですね。あれ出玉いっぱいありましたけど、なんか数千円しか勝ってないし、なんかもう結構負けちゃってます。僕まだ携帯代払ってません。携帯止まっちゃうんで、もうスロープラスもできなくなっちゃう。携帯止まっちゃうとまたセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時はぜひよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。